劉奈良吉明治24年1月15日は、日本の海軍軍人、和参家、数学者、測量学者、政治家。最終階級は、海軍少将。近景官志向、元老院議官、貴族院議員。江戸生まれ、津藩の下級藩士、劉総五郎の長男、加納次郎作岸場の娘を子妻としている。若き日より、和参に熟達し、さらに、 長崎海軍練習所では、オランダ式の航海術を学ぶとともに、西洋数学に基づく測量術も習得した。明治時代からは、イギリス海軍と共同で、海洋測量の経験を積み、海洋測量術の技術向上を目指した。柳は、海軍での測量事業の創業当時より、日本人による測量を強く念頭に置き、他国の援助や親とい外国人などを極力用いない。 方針を貫いた。日本における海洋測量の第一人者として測量体制を整備、統率し、日本各地の沿岸、港を測量し、海図を作成した。その功績から日本水路測量の父、海の井の唄だたかと称される。龍奈良良氏は美食家としても知られており、割烹研究会という食物に関する研究会の 中心的な人物として活動していただけでなく、三院落ちぶりという職に関する本を書いている。ありがとうございます。